どうも、エルザです。それではセレステやっていきましょう。さあ、次のマップということで、金色ですね。こちらの方やっていきたいと思います。じゃあ、登っていきましょう。さあ、登山の極意、壁に捕まった状態でスタミナが切れそうになったら、壁から離れるようにジャンプする分にはスタミナを消費しないと。まあ、小刻みにということだろうね。ということは、壁が増えると。さあ、なんか出てきたね。これは？あ、なんかマリオとかでよく見る感じの。はいはい。ちょっとワンテンポ遅めにするのが良さそうです。ちょっと待って、久しぶりなんで。って感じだね。なんじゃありゃ。お？あ、はいはいはい。上に見てけばっていう感じか。はあ。いきなり新しいの出てきたね。ん？かといって下のは何も意味なさそうだよね。あ、トゲなんだ。マジか。トゲか。まさかの。あ、こういう風にもいけるってことだね。お、青い鳥さん。特には何もない。これも特には意味がない。さあ、水。人がいたね。ここは？やっぱあったね。からさばにっていう感じだったもんな。ちなみにこれ一マップに2つとかあんのかな。あ、やっぱ届かないか。ないか。さあ、おじいちゃん。あれ、おばあちゃんか。最初のまた現れましたね。おやや、こんなところで再会するとは。無事で何よりだ。ホテルをうまく抜けてきたようだね。大城さんには会ったかい？いましたよ。あの人にホテルを追い出されました。ガラクタを散々片付けてあげたのに。そりゃ朝から災難だったね。大城はね、あれは抜け殻だよ。セレステホテルは大城にとって単なるホテル以上の存在なのさ。あの男にはあまり深りしちゃいけないよ。っていうか、大城様ともこの山のせいでどうかなっちゃったんじゃないですか。ふむ、そう言ったのはお前が。あんたが初めてじゃないよ。まあ実際そうなのかもしれないね。自分がまともかそうじゃないかなんて自分じゃ分かりっこない。でもね、あんたしが思うにこの山のせいでどうかなるってよりも、もともと自分の中にあったもん山が引き出すってだけじゃないかね。まあそもそもまともな人間はこんなとこ暮らそうなんて思わないだろうけどさ。まあ確かにね。おばあちゃんやっぱりどうかしてますよ。気にせんどいてくれ、年寄りのたわごとさ。山登りは降参かい。車に戻る近道が知りたきゃ教えよ。え、戻れるんだ。必要ないです。私は頂上まで行きますから。血液が硬いのと意固地なのは紙一重ってね。あんたを見てると自分の若い頃思い出すよ。まあ頑張んなさいと。風が強いから気をつけるんだよと。さあ、相変わらず笑い声がね。なんかないかな。ずーっと笑ってるよ。おお、マジか、風強いね。めっちゃ押されるもんね。そっか、そう来たか。次は、ってことは取ってだよね。こういう風にいけるってことだよね。よし。さあ、で問題は、やっぱ返されるか。下からというよりかは、いや普通にいけるね。難しく考えなくていいや。
こうしてこうでこうでおお危ないで急にやむか。これは、はいはい、あれは上取りたいね。絶対なんかありそうな気が違うね。あの上いけそうな気がするけど、まあいいか。ここはおぴょんといってぴょんのすまん。えいとおっと、はい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 、さあ1号ゲット。もう55個か、結構たまったね。うっていはいとーのおーお、あー意外とむずい。さあさあさあ、おお逆か。はいはいはい、ってことは小刻みに行かないとね。もうちょい上で OK だね。ああもうちょい下かってなるとこれダメ。こうでこうで、あれ一発目なんでいけた。こうだね。はあ、あーちょっとずつやっぱ下がってんのか。くっあそこはギリギリまで粘って、イチゴが欲しい。これもこうでしょ。けーな、行き過ぎた。ほいほいほほ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 、よし。いやーむずいな。うわーそんな感じ。あ、意外とそしたらって感じでいいか。あ、やっぱ斜め行ったらそうなるよね。ほい、あ、勢いが、これ意外と上でいいんじゃね。にゃーしくったいよ。で、ぐるーって回ってポンポンポンで、したピンポン。さあ、1号ゲッチュー。マジかー。この伝わりにくい感じ。ってことは一番端っこからかな。難しい。
ほんって感じだよね。よしよしよし、こっちは多分隠しじゃないか。なんか出た。いや意外とあっちかもしれないな。意外とね、マップがね。おっと、よし、あっちだったみたいですね。どうだ。これはそう、おー、いやー左下行ってみたかったな。さあ結果進むというね。おお、こっちは中間か。これはなんだ。おお、で、ああまた再生すると。あれは、ああなるほど。ゲットはしたが、ここはここで降りか。ぐるってしてたらこっちまで来れてたわけだね。あ、で終わりと。この右は、復活してもらわないと。あれはほいっと大体でさ、あーおぉあぶんな。はい、上どうぞ。上はなんもないかな。なんかどんどんややこしくなってきたね。右上はなんか進みそうな感じだね。下行きます、上行きます、上行って左だね。どうって。そもそもやったな。え、ちょっと待った。そういうやつ？あ、ちょっと待って。さ、あー、普通に行った。これ斜めに行けるんだ。まずそこだよ、びっくりした。まあゲットして、上か、右上がなんかそのまま進む感じか。なんか目印あるといいんだけどな。さあこれは、あ、やっぱ上行くね。うー、上。はあ。だね。よしよしよし。で、これがひっついて、横に持って一気の。オーブだ。
ヒューストンと上行ってまた乗ってか。あーはよし、これで戻ってきたわけか。ほう、危な、はいはい、そこが閉じる。あー閉じたね。ってことはあれは上は取れる方法が何かしらあったってことか。あ進んじゃった。さ下上下、あこれは普通か。でね、そこに入る感じか。そこに入る感じだけど、あら普通には入れない。あーそういうこと。あー行っちゃった。あー上下にはひっつけれるかなと思ってたけど、そもそもこれ横のが重要なわけか。よし、OK。はあ、面白いね。だいぶギミックが凝ってきだしたね。お、なんだあれ、マリオ3に出てきそうな感じのドットのやつは。なんかそれとほとんど似たような感じだったね、ギミックが。横行ける。怖いけど上行く。先にあれは後にしよう。あれはちょっと。おーおー、どうやって、あのハート欲しい。何かあるわけだね。どうやって取るんだ。俺なんか規模になってそうだけどな。これね、怪しいよね。じゃあ先にこっち行きますか。はあ、そう来ちゃいますか。切って乗って、あ邪魔されないようにすぐ乗らないとダメだね。ああそれじゃダメ。ああでも感じ的には今ので OK だね。うーむず、今のタイミングシビアだな。あちょっとこれむずいな。今のはダッシュだよりに行こうかな。ほい。はあ、で、特にだってこれなんかできるわけでもないしね。確実にダッシュがもう一個欲しいもんね。やっぱハートってゲットがそもそも難しいんだね。さあ、そんな感じですか。ほいっと、やっぱこのスイッチ的なのがあるところは動かせれるんだね。なるほどね。ほい、嘘でしょ。いっ、マジか。特になしだね。
なし。おお。はあ、上に乗ってたね。下行って、上行って。また、また下行って、あ、さよなら。大体こういうのね、一回うまくいくとダメなんだよね。ギリ、よし。あ、罪。あそこは内側に行ってた方が正解なんかな。下行って、上行った後に。あー、ギリギリか。お、あんな飛べるんだ。いい、いい、ちょっと待って。一応ちゃんと戻れるようにはなってるんだね。やっぱダッシュがいるね。よしよし。さあ下下上下の下上うまくいけたと思ったんだけどな。一応狙わなければいけるのよ。一応狙ってここな。ってことはやっぱ背中か。でもやっぱ、そうだね。やっぱ左だね。乗るべきは。普通にいけたね。で、ここで風か。忘れた頃にその風が来るの。これ崩れるやつでしょ。あれはまず上行って、多分絶対下のはずなの。多分あんな感じで問題はないんだろうけど、いやー、どうだろう。あ、もっと楽なのあるかなと思ったけど、ヒューストーン。いや、斜めだね。多分斜めに行かないとダメなんだろうな。これ意外と斜めにジャンプするって難しくてね。よし、来た。これで OK。もう70個ぐらいになるね。はい。はい、休憩。降りて内側に回ってたね。さよなら。さあさあ、次こそは行くよ。だから無理だった。いやー、ギリギリを狙っていかんとダメだね。マジかー。シビアだね。
くぴょんぴょんぴょん、よし。で、うん、よし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 。いやーまだ続くか。まあまあまあ、ちょっと今回ここまでにしましょうか。いいところまで来たんでね、多分こっから中盤戦かなと思いますので、また次回お楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。